動線としてはですね、まだシンプルな皮膚しかできてないので、その中に神経系とか血管系とかいろんな感覚器を設けていく、もうよりその皮膚のファンクションとして向上させていきたいというのが1点ございます。でそれが完成した後は、例えばですね、その皮膚自体は移植への応用が効いたり、あるいは化粧品とか医薬品を開発するための皮膚モデルとして利用できたり、動物を犠牲としない革製品への応用ができたり、義肢とか義足を覆うような被覆剤として用いることができるんじゃないかなというふうに思っています。